フレシネは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県産サトルニダのアに、拠点を置く、カバの生産者。フレシネという名称は、フェラーエが13世紀から、アルト・ペネデス地域に所有している農場、ラ・フレシネーダに由来し、ラ・フレシネーダとは、トネリコの木という意味を持つ。フェラーエは、ラ・フレシネーダと呼ばれる農場の所有者であり、アルト・ペネデスのサンキンティダ。 メディオナに13世紀から農場を所有していた。サラスケは1830年からワイン生産を行っており、サンサトゥルニダの家にラテンアメリカ輸出用ワイナリーのカササラを設立した。フェラーアイエとサラスケというワイン生産で長い歴史を持つ2つの家が結ばれることでフレッシュネ社が誕生した。19世紀後半。 フェラーへのペドロフェラーは、カササラ創業者の孫娘であるサラスケのドローレッサラ、ビベと結婚し、1861年にサンサドゥルに、ダノイアに、フレシネ社を設立した。19世紀末には、ヨーロッパ全土が、外中フィロキセラの最下に遭い、スペインでも黒ぶどう品種の畑は、壊滅的な被害を受けた。これより一足早く、カタルーニャのコドルニュー社などは、 シャンパーニュ地方のスパークリングワインの成功に着目し、マカベオシュ、パレヤーダダネ、チャレロダネなど、スパークリングワインに使用される白ブドウ品種への植え替えを、ブドウ畑の所有者に対して奨励していた。新婚夫婦とドローレスの父親は、サラスケのビジネスをトラディショナル方式でのスパークリングワイン生産に切り替え、1872年からスパークリングワインを生産していた。 コドル入社に続き、1914年に、フレシネ社もスパークリングワインの生産に乗り出した。1930年代後半のスペイン内戦で、ペドロ・フェラーが死去し、妻のサラと息子のホセが経営を引き継いだ。以降は、フェラーの長男及び娘二人の子孫たちが共同で、会社を運営している。1941年、フレシネ社は、機関商品である、 カルタネバダの発売を開始した。当時のワインボトルは新緑色が一般的だったが、カルタネバダは白色のすりガラスによるボトルを採用して注目を集めた。1974年には黒色のすりガラスによるボトルを用いた商品コルドンネグロで国際的な成功を収め、この時期にスペイン国内で TV コマーシャルによる広告宣伝を開始した。 かつてカバはスペインのシャンパンと呼ばれていたが、1986年にはスペインが欧州諸共同体に加盟し、1992年には EU 法でシャンパーニュ地方のシャンパンが原産地名称保護制度の地理的保護表示の対象となったため、現在ではスペイン産スパークリングワインがシャンパンを名乗ることはできない。2016年、 海外輸出が赤字となったことが契機となり、12人の経営陣の対立が激化。結果、2018年3月にドイツのヘンケルカンパニーゼクトケラライに株式の50.7%を売却することで双方が合意。これに伴い、ヘンケル社は2019年をもって社名をヘンケルフレシネに変更すると発表した。サンサズルニダノヤにある。 ワイナリーフレシュネ社は、ワイナリーの観光ツアーを実施しており、訪問者は、地下のワインセラーや瓶詰め工場を見学し、完成したカバを試飲することができる。フレシュネ社のワイナリーは、カタルーニャ州バルセロナ県サンサトルニダノヤの,の鉄道駅の正面に存在する。他社製品を含めて、カバの95%は、カタルーニャ州で生産されており、サンサトルニダノヤには、 スペイン最大規模のワイン生産者が集中している。1981年以降には、シャルドネ種やピノノワール種のようなシャンパン用ブドウ品種も試験的に使用されているものの、マカベオ種、パレラーダダネ、チャレロダネなどの品種は、今でもカバの主要品種である。今日には、約270社がカバを生産しているが、主要な生産者は、クレシネ社とコドルニュー社である。 フレシネ社単独では年間8500万本、カステル・ブランチ社などを含めたグループ全体では年間1億8000万本を生産しており、フレシネ社や業界3位のカステル・ブランチ社を中心とするグループはカバの約70%を生産している。フレシネ社はスパークリングワイン生産者としては世界最大であり、世界各地にワイナリーを有している。 年間7800万本が約150カ国に輸出されており、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国ではスパークリングワイン全体の70%のシェアを持つ。コルドンレグロを放出するレディングとシメオンマイト氏のクリスマス商戦に向けた TV コマーシャルが有名であり、2分間のテレビ CM に世界的に著名なセレブが出演する。アントニオ・バンデラス、シャロン・ストーン。 デミムーア、キムベイシンガーなどが、クリスマスーカバの TV コマーシャルに出演しており、2010年には、シャキーランが出演した。フレシネ社は、ローラーホッケーチームの CE の矢のメインスポンサーである。CE の矢は、スペインリーグである、OK リーが、国際大会であるサーヨーロピアンリーグやセルスカップに、出場しており、スポンサー名称は CE の矢フレシネである。フレシネ社は、 ロードレース世界選手権のオフィシャルスポンサーであり、レース後のシャンパンファイトでは、コルドンネグロが使用されている。ありがとうございます。